あやちゃん、かやちゃん、きれいにしよう、きれいにしよう。何がランダム設置だ、何がランダム設置だよっつって。わかんねえんだよっつって。さあ、ほれだ。終わりました。どう終わったな、おって。こっから来ました。どうも、マグニーでございまーす。狙撃でいらっしゃいましたでしょうか。マグクラのやつでございます。まあ、前回ですね、ここのサバをオープンしていたらとんでもないことになっていたということで、とんでもないことになってたでしょ。おいで、まあ今日なんですが、こんな感じで集まっていただいております。皆さんよろしくお願いいたします。イエーイ。あれなのよ、みんなが来れるようになってさ、おいでレザーなんかでの移動ももしかしたら今後あるかもしれない。まあエリトラ取ったらないかもわかんないけども、となるとですね、レザーの中で迷子がやっぱり続出しておりましたので、それもなくしていきたいなっていうのがあるわけだから、今日はネザーの中をね、やってまいりまーす。ショータ。水亀座のあなた、今日のラッキーアイテムは、お尻拭き。これ、黒巻きそのまま入れたら透けるやつ。皆さん今日は作業員になっていただきます。作業員。ね。で、すでに作業員のなりしてる方がそこに4名ほどいらっしゃいますけども。じゃあ、君たちの作業を頼みたい。みんなツールは大丈夫かな？案内してくれる人がいたりとかでね、もうみんな多分アイテムとか揃ってると思います。はい。ということでね、案内するから、ネザーへ行こう！行くぞー！さて、ということで、やってまいりました。まずはちょっとだけ説明するんだけど、うちだからさ、初期リスっていうか、まあ、倉庫から入ってきたらこういうところで、階段登って、登って、登って、行かないと、行けないわけなんですよ。こういうところとかにね。なんだけども、その、ま、この辺りを一面こう平らにしてしまおうぜってのが、ま、今回の、内容でございます。そして、裏でねこれ準備してくれました。はい、今回使うのは氷塊と、ガラスはま何回使うか、このなめ石を使ってですね、壁なめ石、天井なめ石、床氷塊、これでいきたいと思っております。で、部屋の高さは3マス、1、2、3で1個削ってあるのは天井を1枚貼るためでございます。おいで床なんかもね、ここも張り替えていくから1枚、ちょっとそこは掘りすぎなんだよな、ここなんだよな、ここなんだよな、ここなんだよな、そう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 、そこ掘りすぎなんだよな。だから、ここにね、こうなるわけですね。はい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 。で、床もこうなるわけですね。床これじゃない、床これじゃない、床ごめんごめんごめん、床これじゃねえな、床はこれ氷塊になるわけですね、皆さん。はい、この高さ全部氷塊。あ、ここで合ってる、待って、合ってないね、合ってないじゃん、こうじゃん、ごめんごめんごめん、ともちゃんが合ってたわ、だからともちゃん合ってた、合ってた、ごめんごめん、ともちゃん合ってたわ、ごめん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 、ともちゃん、そう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 、そうだね、そうだね。で、掘り舞台ちょっと何名かもうちょっと掘れるよーって言ったら、もうこの辺とかももう全部こうぐわーって掘ってるところ、怖いよ怖いよ。さあ掘るんだ、ふー。それではリップちゃん様子を捉えてね、何がやるな。うん、あるよね。ここにあるから、こうして、よいしょ。ね、ここが、こういう風になってればいいわけだから、よいしょ。回収するぞー。おい、おい、なんだこれ、誰これ入れてんのこれ。なんだこれ。絶対誰かこう、いたずらで入れてってるよね。一人いたずらするやついる？もしかして近頃なんかこうマグ兄弟サバなんかでもいたずらがなんか
頻発してるらしいぞ。ほらほら見てみ、これいたずらするやついるわ。んでん、おーするでしょ。でここで多分もう入れるとは思うんだけどね。はいはいはい、間違いございませんね。戻ります。おお、びっくりした。ちょっと一旦解除。あ、待て、あ、いけるな、一旦解除。おい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 、よし、一旦解除して、ここから、こっちを掘りまして、なるほど、そうなんのか。え、ここに何かしらのアイテムを？あ、こんにちは、これほら完成ですよね。よいしょ。おー、うわぁ、マジかよ。あー、いげーなぁ。登録！まあ割とそうだな、エンドなんか行くこと多いんじゃないかってこと。ああ、そうだ、皆さん、じゃあここもさ高さ変えちゃおうぜ。いやー、言うて何にもしてねえよ。俺ちょっと知ってると思いますけど、ネザーゲート変えてた位置変えてチャンクローター作り直してただけですよ。もうここもか、オッケーオッケー、ネザーゲートは私の仕事だな。じゃあこれその前にもうちょっとついでと言っては何なんですか、皆さん、ついでと言っては何なんですが、ついでと言っては何なんですが、これ行っちゃいませんか、これ。これ行っちゃいませんか、これ行っちゃいませんか、これちょっとこれ行っちゃいませんか。これどこだ、ここか。あ、ちょっと行き過ぎた、ちょっと行き過ぎた、ちょっと行き過ぎた、1マス行き過ぎた、1マス行き過ぎた、1マス行き過ぎた、ここなんじゃない。天井とかも変えちゃって、これ天井とかも怖いけど、変えちゃう変えちゃう、きれいにしよう、きれいにしよう。何がランダム設置だ、何がランダム設置だよっつって、わかんねえんだよっつって。そうだよな、カヌちゃん壁ずれちゃうもんな、そこ壁にしたいよな。そうか、みんなごめん、壁ここっぽくない、壁ここっぽくない、違う、ここだと綺麗になるよね。ねえ、頼んだ頼んだ。で、私がこうやってまたネザーゲートをはやかやして、ここもこうして、終わりました。終わったな、こっち、こっちのが遅かったじゃん。もっと広くしたくなってきちゃった。いや、ダメだな、これ以上はダメだな。高くは望むんじゃない。あ、いいね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 、なってるねなってるね。これこっちらが、あ、そう、こっちはね、みんなね、あの高さ合ってるのよ。もうこうなったら全部もうボートで行けちゃうぜぐらいの感じになってんの。ジャングルとね、エンドゲートか、あっちの方、もうだって高さが全然違うわけよ。で、ここのラインを、分かった分かった、ちょっと待っててね、ちょっと上戻って、上戻って、みんな上上上上にちょっとずつ戻って、上に。こんにちは、ああ、じゃ、こんにちは。このラインやれそうだね、やれそうだね、やれそうだよね。分かった、頼んだ。ちょっとあのゴール地点準備しとくから。じゃあここからはリプちゃんでご様子をご覧ください。リプちゃん、今度は一人でいいからね、よろしく。うん、任せとき。はい、かなりハイスピードで進んでおり、そして、また私はネザー担当大臣として、ネザーゲート担当大臣として今作業を進めております。作業を途中でほっぽらかしてネザーの作業を始めております。もうだからほっときゃ、あの多分上の橋完成してるとほんとに担当大臣、チャンクローダーをまた作りますちょっとその間、ま、もしかしてみんな暇なの、嘘だろ。あ、大丈夫か、ボタン担当大臣がいるか。あ、帰ってくる帰ってくる帰ってくる、レッツゴー。
レッツゴー。ああ、ついて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 、来い来て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 ね。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、早すぎるだろということでね、まあ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 な作業量なんでございますが、すげえ広い部屋ができましたぜっていうところで、シェーダーを入れてみたいと思います。めっちゃいいやん、めっちゃいいやんこれ。あ、めっちゃいいやん。はい、整いましたな。これで迷う方も少なくなるんじゃないかということで、ちょっとまあシェーダー入れたままこれちょっと行こうかな。ね、だいたいうるせえな。これ初めて入ってきた人は、ここ初期リスのゲートになります。これがね、ここが初期リスのゲートになるので、うええやんええやん。まあ一応、初期リスってちょっとあちらの向こう側になっちゃうんだけども、そこからこっちのゲート来てもらって案内を設置したいと思う。多くの看板が4つしかない。この看板間違えて取ってしまいました。いい、構わない。じゃあ取っちまえ、取ってしまえ、取ってしまえ。こっから来ました。出てきました。いやだろ。でこっちがね、こういうことですよね、こういうことですよね。そうだよね。でこっちむちゃくちゃ食い、かねてから迷い子が多数出ておりました。ネザーのところ整理することができました。皆様ありがとうございます。イエーイ、ナイス、センキュー。この人数だからこそこの規模感の整理が簡単にできました。もうどっちかというと暇な人が出てたぐらいなんでね。はい、ありがとうございます。あ、どうぞ皆さん。はい、じゃあ終わりますよ終わりますよ。ほな